こんにちは。今日はリベ大の両学長おすすめの書籍の、億万長者が語る お金持ちになる方法という本の中から、紹介をしていきたいと思います。億万長者が語る悩みや、不安を解消するプロセスということで、説明をしていきます。今回はですね、パート2つに分けていきます。前回 の話の中でもこう悩み事とかがあった時にどんな問いかけを自分にしたらいいですかっていうことをお話をしたんですが、何をすべきかっていうふうに考えてしまうとどうしても選択肢が狭まってしまいますので、自分に何ができるのかなっていう解決策っていうのをたくさん、浮かべる方がいいですよっていうのは話をしていきました。とはいえ、じゃあ自分に何ができるかっていうことをいきなり問いかけたとしても、自分にどんな能力ポテンシャルがあるのかっていうのを、なかなかこう自分で思いつかせるっていうのは難しかったりすると思うんですよね。であれば自分でゼロから考えていくっていうよりも、もうもらえるんだったら成功している人たちのヒントをもうパクっちゃえっていうふうに考えたものでしたので、その中で、両学長がおすすめしている書籍の中に、いいヒントがですねありましたんで、それを今日はご紹介していこうというふうに思います。成功者の知恵を借りることで、やっぱりこう成功者の方々っていうのは、そのただ成功している部分ではなくて、その前段階で失敗、たくさんの失敗を積み重ねてきたりとか、人に裏切られたりとか、お金を失ったりとか、人生の奈落の底に突き落とされたりとかっていう経験をしている中から、カムバックしてきて成功につながったっていう人たちもいますから、そういう人たちのやっぱりヒントっていうのを掴んでやっていただけたらなというふうに思います。ということで、今回そのじゃあ、どんな悩んだ時に解決策を持ってきているのかっていうと、トータルで24個ありますんで、数多いのでパート2つに分けて12個ずつで紹介していこうかなというふうに考えています。ということでやっていきましょう。ただ前提なんですけど、アメリカの1371人の億万長者に聞いたものになりますので、一部はやっぱりアメリカらしいなと、日本とはちょっと文化が違うなっていうものもありますので、あくまで24個紹介する中で皆さんにとって、役に立ちそうだなとかヒントになりそうだなっていうものをピックアップして取り組んでいただけたらと思います。ということで、まずは第24位は、早速アメリカっぽいです。祈るっていうことなんですよね。はい、神頼みというところなんですけれども、やっぱり信仰心が高いからこそなんですが、我々ね、日本人でというところに当てはめていくと、神社にお参りをするとか、お寺にお参りするとかっていうところになるんじゃないかなというふうに思います。で、しっかり手を合わせて、でどういうことを叶えてほしいのかっていうのを、お祈りしていくという、そんなところです。それから23位は、信仰心を持つということです。最終的に物事を選択するときに、自分以外の誰かっていうのを、誰かの考え方をヒントにするっていうのは非常にいいんではないかなと思います。だから信仰して別に神様祈りなさいとかそういうわけではなくて、誰の考えの判断基準をヒントにするかっていう意味も含めて考えてみていただけたらと思います。続いて22位は、勇気ある人について書かれた文章を読むと、いわゆる伝記と言われてるやつですね。はい、日本であれば例えば坂本龍馬とか、あるいは松下幸之助とかに、代表的なところがあるんじゃないかなと思います。自分の環境とかが、マイナスからスタートして、で歴史に名を残している人ほど、異業を成し遂げたっていうようなことがいろいろ書かれたりしてますんで、その時の行動とか当時何を考えていたかっていうのを、ヒントにして、それを得て自分に生かすにはどうしたらいいかっていうのをこう発展させていく、そんな感じになるんじゃないかなと思います。続いて21位、これはスポーツです。培った精神力を行使するということなんですが、いわゆる体育会系と言われる人たちですよね。当時のそのしんどい練習とか、監督やコーチから怒鳴られた経験とか、チームメイトとスターメンを争うとかっていう経験と比べて、今の悩みっていうのは果たしてあの時に感じた苦痛とか苦しみとかと比べて本当に今の方がしんどいのかなと、あの時に戻ってやるくらいだったら今の方がマシなんじゃないとかっていう、ちょっとした精神論みたいなところになってくるんじゃないかなというふうに思います。そして20位が、信頼できる友人に相談すると、よく言われるのが、友人、親友こそ優しい言葉じゃなくて、厳しい一言を、バランスよくかけてくれるっていうような、タイプが本当の親友だよみたいなこと言われたりしますよね。でそんな中で、あなたのことを本当にきちんと理解してくれている人に頼るっていうのが非常に大事になってくると思います。そして19位、過去の失敗に対してくよくよしないと、これね、人間ってのはネガティブなことがこう発想として浮かびやすいですから、どうしても過去はあの時失敗したな、あんなことやっちゃったなっていうのをこうずる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 引きずっていってしまうんですけれども、失敗って
いろんな捉え方が人それぞれによってあるんですけれども、やっぱりこれまで積み重ねてきたこと、やってきたっていうことを途中でやめるから失敗になってしまうんですよね。はい、だからいろんな失敗と思われるようなことを皆さん経験してきているんですけれども、それを糧にして次のステージに進んだ時に最終的に成功まで結びつけられるのであれば、別にその失敗っていうのは失敗じゃないですよっていうことなんですよね。だから失敗して、例えばもう女の子に振られましたとか、仕事で、契約が取れませんでした、でも次のナンパとか告白をする時に女の子を行けましたってなったら、その過去に告白に失敗したっていうのは、もしかしたら、次の女の子に告白する勇気をくれたかもしれないとか、受注に失敗したっていうのは次のプレゼンのための自分のブラッシュアップをさせるための意識アップにつながったんじゃないかとか、そういう風に、捉えてみていただけるといいんじゃないかなと思います。そして、18位に、これは有能なアドバイザーとか公認会計士や弁護士に相談するというところで、これはまたちょっとね、まあ、特殊な話になるんで別になるかなと思います。そして17位に、優秀な人にアドバイスを求めると、まあ、友人とか家族以外に事実に基づいて、まあ、客観的に物事を見てくれる人っていうのは非常に大事になってきます。特に自分がこの分野で成功したいなと、この分野で一世を風靡したいなと思っているのであれば、その分野とかで成功している人たちに対してアドバイスを求めに行くっていうのは非常にいい手だと思います。そして16位に、適度に運動すると、はい、もう悩んだらとにかく体を動かして余計な考え方をもう払拭していくっていうことが非常に大事になっていきます。で、適度に運動することによって脳も活性化していきますし、脳活性化していくと幸福度っていうのが上がっていきますんで、ぜひですね、取り組んでみてください。これは別に激しい運動しろとかじゃなくて、1日30分とか15分とかの散歩程度でも全然問題ありません。そして15位、自分が恵まれていると思う点を、まあ、数え上げていく。僕もコーチング生を何人か抱えているんですけど、そのうちの一人なんかには4月の終わりくらいからですかね、1日5個の感謝っていうのを書き上げていってみてくださいっていうふうにしたら、6月くらいにその成果っていうのが思いっきり出てきて、こう今まで見えなかったこととか感謝だと思ってなかったことについて感謝することができるようになったと。だから自然と苛立つ回数とか苛立つ時間とかっていうのが少なくなったり短くなったりしてきて、それよりも心が穏やかに仕事に取り組めるようになりましたっていうような効果が出てますので、たった2ヶ月で出たりしてるんでね、ぜひ自分がどういうことに恵まれているのか、あるいはどういうことに感謝できるのかっていうことを紙に毎日書き出してみるっていうことを取り組んでみていただけたらと思います。そして続いて14位がですね、配偶者に相談する。やっぱり一番のアドバイザーだと思うんですよね。僕もなんだかんだ言ってこんなチャランポランな性格をしてますんで、なかなか奥さんに鋭い一言言われてへこんでしまったりとか、逆にイラッとしてなんやねんとかっていう風にこうなんかバチバチってやりかける瞬間あるんですけど、すみませんね奥さんっていう感じなんですが、安心しますよね。奥さんとかあるいは旦那さんがあなたに関心を持ってなかったら、もう好きにしたらいいんじゃないっていう、そのなんていうの、投げやりな意味での好きにしたらいいんじゃないっていう風になってしまって、やっぱりパートナーとして存在している意味、一緒にいるっていう意味がなくなってしまいますから、そういう意味では安心する存在、心強い存在っていう意味で配偶者っていうのは良き相談相手として必要ではないかなと個人的には思いますし、やっぱり億万長者の方々もそう思っているケースが高いということです。そして今日の最後、13位ということで、不安を撃退するということで、不安そのものをもうバトルしてもう直接拭ってしまおうということみたいですね。はい、これはなかなかやっぱり難しかったりするんですけれども、それこそ13位のその不安を撃退するにたどり着くまでに、今日紹介してきた11個のことを駆使しながら、直接じゃあ不安、仕事に失敗したこととか嫌な上司と戦うとかっていうことにバトルしに行っていくっていうようなやり方を取ってみるといいんではないかなというふうに思います。ということで今日はですね、24位から13位を紹介をしてきました。で、残りの12位から1位までっていうのは次回の動画でご紹介をしていこうと思いますので、またぜひ次回見ていただけたらなというふうに思います。もう準備はしてあるんでね、またすぐ撮るだけなんですけど、はい、させていただこうというふうに思っております。ということで本日も最後まで動画ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。